AC モンツァはイタリアロンバルディア州モンツァを本拠地とするプロサッカークラブである。2021から22シーズンはセリエ B に参加している。1912年9月1日、プロモンツァとプロイタリアという2つのクラブが合併して創設された。2014から15シーズンはレガプロに所属し財政問題で、 勝ち点6を剥奪されながらも15位で追え残留をかけたプレイオフに勝利した。ところが、翌シーズンのリーグ登録の要件を満たせず、セリエ D への降格処分が下された。2015年7月2日に、イタリア人実業家のニコラ・コロンボがクラブを買収し、AC ・モンツァ・ブリアンツァ1912から現在の名称となった。2018年9月、 前イタリア共和国首相にして AC ミランのオーナーでもあったシルビオベルルスコーニが株式を100%取得、クラブを買収したことを発表した。買収額は250万ユーロ前後と報じられている。クラブの体制はベルルスコーニがオーナーに就任、引き続きニコラ・コロンボが会長として留任し、最高経営責任者には元 AC ミラン CEO で、 ベルルスコーニの副審であるアドリアーノ・ガリアーニが、招聘された。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。